ドイツ自由民主党は、かつて旧東ドイツに存在した、名目上の野党。ドイツ再統一後は、西ドイツの中道、自由主義政党の自由民主党へ合流しており、現存していない。1945年7月5日、バイマル共和制時代の中道、リベラルより自由主義政党だったドイツ民主党を、復活させることを目的として結成された。しかし決闘時から、 より保守的な旧ドイツ人民党、旧ドイツ国家人民党の勢力も合流していた。旧中央党の勢力が結集したドイツキリスト教民主同盟と同じように、私有財産を擁護して国有化に反対し、反ファシズムであると同時に、反共主義的だった。ビルヘルム・キュルツ中央は、社会主義統一党のビルヘルム・ピーク、右はキリスト教民主同盟の夫を主けだがソ連。 占領区域でソ連がドイツ共産党とドイツ社会民主党を合同させ結成を後押ししたドイツ社会主義統一党の力が強まると反共主義的な指導部や党員は西側に追放されて新疎、要求的なビルヘルム・キュルツが党首となりドイツ民主共和国が成立し人民民主主義体制が確立すると SED 主導のヘゲモニー正当性に組み込まれ その衛生政党となってしまった。それまでに西側の自由民主党との合同の試みもあったが、失敗に終わっている。また、ソ連軍や社会主義統一党はドイツ自由民主党に対抗させるため、わざわざ元ナチスト員を基盤にドイツ国家民主党を結成させている。透明も当初は自由民主党だったが、 SED の政策に基づいて1951年にドイッチ論ツを追加し LDPD となった。マンフレート、ゲルラッハ党首東ドイツにおいてはドイツ自由民主党は人民議会の500議席中52議席をあり当てられ形式的な勢力を保っていた。しかし当局や社会主義統一党の施策に反対することはほとんどなかった。 だが1967年にマンフレート・ゲルラッハが党首となって以降、1980年代には微妙に当局と距離を取り始め、東欧革命とベルリンの壁崩壊に際しては、比較的早い時期からエイリーヒホーネッカーの独裁体制にことを唱えた。ゲルラッハは東ドイツの国家元首である国家評議会議長に就任した。 東ドイツ最初で最後の自由選挙となった1990年3月18日の人民議会選挙では同盟を LDP に戻した上、東ドイツ自由民主党、ドイツフォーラム党と自由民主同盟を組んで5.3%の得票で21議席を獲得した。その後、BFD を組んだ他党やドイツ国家民主党と共に、1990年8月11日に、 西ドイツ側の自由民主党にドイツ再統一に先んじて吸収合併された。ありがとうございます。